誘ってくれて本当にありがとう。これすごく見たかったんだ。うん、魔法使いがタイムマシンを手に入れて、それを使っていろんな世界に行く話。映像にすごく力入れてて、キラキラして綺麗なんだって。面白かったな。でもすぐ拳に訴えるような魔法使いがタイムマシンを使いこなせてるのが違和感残るよね。キスシーンは良かったけど、壮大な引きで終わっちゃうのはちょっと安易かな。続編作る気満々なのはわかるけど、もっとさりげなくやってほしかったな。そう？あのタイムマシン、デザインが可愛かったな。あれ置物とかにでも欲しいな。ユーロは大暴落するから手を出すなっていうかな。他？そうだね。タイムマシンが作られるところまで戻るとか？そしたらタイムマシンの作り方が分かって量産できるし、貴重なサンプルを分解しなくても済む。映画の中のあの白い生き物、可愛かったね。現実にいたら飼うのに。ごめん、もしかして僕の感想で嫌な思いさせちゃった？